ビオレッタはアルゼンチンのドラマでラテンアメリカ、ヨーロッパ、中東とアフリカのディズニーチャンネルで放送されている。制作はパルカによってされており、制作国の地域であるラテンアメリカとイタリアで2012年5月14日に初放送された。番組の概要としては、父親の故郷であるブエノスアイレスへヨーロッパで数年暮らした後に、ある不幸が原因で引っ越してきた音楽の才能がある。 ティーン、ビオレッタを主人公とした物語である。各エピソードには様々なジャンルの番組をオリジナルソングが登場する。マルティナスとエッセルが主役に選ばれたディズニーチャンネルによるフローレシアンタやパチとフェオといったアルゼンチンのテレビ小説の放送の成功とライバル曲のニコロデオンがラテンアメリカでテレビ小説を制作したことを受け、 番組はアルゼンチンで現地の制作会社パルカが制作している。出演人はラテンアメリカ、ブラジル、スペインとイタリア出身者からなっている。撮影は2011年9月にアルゼンチンのブエノスアイレスで開始され7ヶ月続いた。番組の共同制作はディズニーチャンネルラテンアメリカ、ヨーロッパ、中東とアフリカが担当している。撮影はべてブエノスアイレスにある。 セントラルパークスタジオで HD 撮影された。2011年12月31日、ディズニーチャンネルラテンアメリカは、セレブラトンという特別番組を放送し、番組内でマルティナスとエッセルがツレスプランドアを披露した。ディズニーチャンネルは番組が2012年に放送開始されると発表した。2011年12月22日にキャストが公表され、 2012年3月にプロモーションと番組宣伝が放送され始めた。2012年4月上旬、マルティナスとエッセルによる演技、ムンドのミュージックビデオがディズニーチャンネルラテンアメリカのホームページにアップされた。ビオレッタはラテンアメリカとイタリアで2012年5月14日に初回放送された。出演人はメキシコ式とボゴタを訪れブエノスアイレスにある ルナパークで行われたラジオディズニーで楽曲を披露した。10月25日にシーズン1の最終回が放送された。9月から10月にかけて番組はブラジル、フランス、イスラエルとスペインでも放送開始された。2012年11月1日にシーズン2の撮影が開始された。シーズン2はラテンアメリカで2013年4月。 スペインとイタリアでは2013年5月に放送開始された。全出演人が2013年6月末にプロモーションのためパリ、ミランとマドリッドを訪ねた。シーズン2の最終シーンはスペインで撮影された。番組の関連商品として公式雑誌、ステッカーアルバム、単行本とトレーディングカードが発売されている。DVD もイタリアとスペインで発売されている。 また、番組のサウンドトラックも発売されており、アルゼンチンでは3度、スペインでは一度プラチナ記録を樹立し、チリとスペインではゴールド記録を樹立した。2013年6月、3度のリハーサルを行った後、ブエノスアイレスにある劇場、テアトログランレックスで、全出演人によるミュージカルが上演された。冬休み期間にはコンサートを行い、コンサート開始前に、 全60公演のチケット20万枚以上が完売した。ブエノスアイレスでの公演後、出演人はアルゼンチン、ラテンアメリカとヨーロッパをツアーした。ブエノスアイレスでの60公演の他にアルゼンチンの他都市でも開催された。ビオレッタは自分の歌のとても特別な才能に気づいていないティーンの女の子。この才能はビオレッタの有名な歌手であった母親譲りであったが、 母親はビオレッタが、ほんの幼い頃に、悲劇的な事故によって亡くなってしまった。ビオレッタの父親ヘルマンは娘を愛している。とても成功した男であるが、厳しく過保護である。妻の死の悲しみを忘れるため、彼はビオレッタが妻と同じ道を歩みそうだと危惧し、彼女から妻との過去や運命を封印しようと決める。事故後、二人は、マドリッドへ引っ越し、 ビオレッタの幼なじみとの連絡を断ち、男で一つで育てた。ヘルマンはビオレッタには音楽の才能があると気づき、彼女をピアノレッスンに通わせるが、決して歌と演劇には触れさせなかった。しかし二人の故郷であるブエノスアイレスへ戻ってから、すべてが変わる。そこでビオレッタは有名な音楽学校、スタジオ21へピアノのレッスンを受けに通い始める。 彼女は才能を引き出す、新人教師アンヒエと出会う。他にも授業でいろいろな人々と出会う。やがて、ビオレッタは異なる性格の男子トマスとレオンに出会い、ビオレッタをめぐる戦いが始まる。第1シーズンのオープニングとクロージングクレジットは、オリジナル版のエンミムンドである。フランス語版はシンシアによるドンモンモンド。ブラジルではマイーラ・アルドゥイニによるペロムンド。 イタリア語版ではストエッセルによるネルミオモンドである。ロシア、ポーランドとトルコではオリジナル版が使用されている。英語版はインマヨンワールドというタイトルで2013年8月9日に iTunes アイルランドで発売された。2012年10月10日からイタリアで番組公式雑誌がビオレッタというタイトルで発売されている。この月刊誌の編集長は ベロニカディリシオでインタビュー、撮影の未公開写真、ゲーム、ポスターや女子向けへのアドバイスが掲載されている。アルゼンチンでもイタリアのものと同じ内容で発売されている。チリでも2012年12月21日から発売されている。スペインではテレビ版に沿った内容の月刊誌が発売されている。雑誌が発売された日と同じ日に、 雑誌などに貼れるステッカーアルバムも発売された。このアルバムの発売元はパニーニである。ブラジルではイースターエッグと文具市場で商品展開されている。商品の他にイタリア人俳優シモン・リホイはファンが彼のフェイスブックページから質問し、彼が答えるコラム、キエディロ、エーシモンを行っており、第1回は2013年3月22日に行われ、 その後、毎週木曜日に行われている。ありがとうございます。